おはようございます、ドリキンです。本日も三大小説をご覧いただきありがとうございます。ちょっと今日ちょっと大変かもしれません。今ちょっと一旦、自転車リフトを、ゲットしてオフィスに向かいたいと思います。昨日一昨日もずっとオフィス行ってたんですけど、さらに1時間早く行かなきゃいけないんで、ちょっと間に合わないんで、もう自転車で行っちゃおうと思います。久々リフト、これ電動かどうかが最近分かりにくくなってるんで、これだ、これですね、これで行きます。DJI Action 4の風切り音低減機能なら内蔵マイクで、自転車このわあこれやばい、これやばいやつ、これでも大丈夫なのかな、ちょっと興味深いです。いや、こんなことしてる場合ではない、急ぎます。なんか楽しげに車が走っておりますが、はい、順調です。ここまでもうやっぱり歩くのの10倍速で移動できますね。素晴らしいです。うわー今一応ですね、ちょっとプレビューで確認してみたら、かなり風切り音は問題なく、信号待ちで確認してみたら撮れてるような気がしたんですけど、録画をするのに、ボタンを押さないといけないの結構厳しくて、ちょっとわちゃわちゃしちゃうんで、音声だったらいけるんじゃないかと思って音声コマンドやろうとしたんですけど、そう、 DJI って中国語か英語でしかまだ音声コマンド倒してないんですよね。レコーディングっていうなんか発音が多分ダメすぎて、今30回ぐらいスタートレコーディングっていう単語を言うと録画開始されるんですけど、30回ぐらい言って初めて録画されました。なんかシャットダウンとかは一発でいけたんですけど、やっぱり R の発音ダメっぽい。今は止められるのかな、シャットダウンで一気に止めれるかな、ダメか、シャットダウン、ストップレコーディング。今録画ストップは音声で一発でいったんですけど、やっぱスタートがどうしてもダメですね。なんだろう、スタートとストップの違いかな。ストップレコーディング、あ、やっぱりダメださっきが偶然だったらしいです。とりあえず会社行きます。おお15日目ぐらいでようやく撮影が始まりましたこれ無理よ、英語で全然日本語英語理解してもらえない。どっち、もしかしたらレコーディングじゃなくてスタートの発音が悪いのかもしれません。さっきストップの方は比較的早く行けたんで、どっちかっていうとスタートかな。あー、やっぱスタートかななんかこの音声コマンドで、音声コマンドを使いこなしたいというところになんかだんだん向きになってきてしまいました。ストップは比較的一発二発で止められるんですけど、スタートが本当に難しいです。あと今最近非常に気になってるのが、スーパーワタレックプログラム的にはこのストップのコマンドところまで録画に入っちゃってますよね。なんかその手前まで巻き戻して録画停止してくれたらいいんですけど、毎回この、クリップの区切れで自分のストップコマンドが記録されてるの恥ずかしいんですけど、ストップレコーディングダメだ、スタートの方は本当に15回ぐらいに1回ぐらいしか反応しないですね。全然ダメ。ストップはいけるんだけどな、どうなってんでしょうか。スタートそんなに発音が難しいのか。ちょっと、あ、すごい一輪車、
ちょっとね、なんとかこれ一発でやっぱりスーパーワタリック的には、音声コマンドを一発で呼び出せるようにするとだいぶ撮影が楽になるんで、これはマスターしたいですね。なんとか一発でいけるようになるんだけど、てか日本語に対応してほしいです。ストップレコーディング、ストップレコーディング。さっそうにここに止めるところを録画したかったんですけど、レコーディングがスタートしてくれなかったんでうまく撮れませんでした。もうちょっと心折れてきました。なんかめっちゃみんなが釣りとバーベキューしてます。ダメだ、心折れた。おお、一発で一発で音声でレコーディングが開始されました。ちょっと今ですね、少しまだいつもより早いんですが、少し早めに仕事を切り上げまして、ちょっとこれからあるところへある人に会いに移動しようと思います。ちょっと会えるかどうかも若干わかんないんですけど、奇跡を信じて移動します。ストップレコーディング、は不発した。ストップレコーディング、ストップレコーディング、難しすぎ。やっぱりレコーディングスタートが難しすぎるんですけど、今ちょっと多分ここまで今日なんかスタートストップスタートストップうるさいと思うんですけど、ちょっと練習というかこれを鍛えたいと思ってやってるんですが、一応ちょっとだけ補足しておきますと、スーパーワタレックプログラムが、動画を結合するときに各クリップの前後、0.5 秒だけカットするっていうのがデフォルトの仕様になってて、まあ、結構撮影の最初ってちょっとカメラによってはなんかマイクの音が無音になってたり、あとスイッチの操作する音が結構乗っちゃったりしてて、プチッてかいう音が乗っちゃったりしてて、そのマイクなんていうんですかね、動画とクリップとクリップの結合のなんていうんですか音声の切れ目をできるだけスムーズにしようということで、ちょ 0.5 秒ずつぐらい前後削ってるんですね。だからその関係もあって、もしかしたら今のこの一連のスタートストップしてるやつも、特にストップの方はレコーディングって言ってる具のあたりでもしかしたら音声が切れてるかもしれませんが、まあそれは、スーパーワタレックプログラムによる副作用だということをご了承ください。もしこの方法がうまくいくんだったら、むしろスタートとかストップとか言ってるところを検知して、むしろそこは綺麗にカットするみたいな、そういう可能性も出てくるんですが、まだちょっと今の、成功率ではなかなかそこまで使いこなせる気がしませんが、でもこれ、音声でスタートとストップが完全に制御できるようになると、かなり撮り方がまたこう変わってくると思うんで、置き撮りとかがね、なんかスーパーワタリックプログラムだと置き撮りできなくなっちゃったのがちょっと難しいなと思ってるところなんですけど、うまくするとそれもできるかもしれないんで、なんとか使いこなしたいです。スタートストップうるさいと思いますが、スタートは聞こえてないのかな、ストップがうるさいかもしれませんが、ご了承ください。ストップレコーディング、あれなんかミスった。なんか昔はよく、空港まで誰か友達迎えに来たりとか会社の同僚迎えに来たりとかもしてたんで、完璧に最適な、止めバスを、あ、2階か、もう1個下だった気がします。ウォークウェイトゥーターミナルって書いてあるんで、なんか最適な止め場所を極めてたんですけど、1個フロア間違えました。もう1個下でした。ちょっと移動。ここはこう、なんかちょっと前と変わってる気もするんですけど、なんか狭くなった気もするけど、あ、でもここだここだ。2階でした。あれ3階っていう記憶だったんだけどな。あ、この辺変わってないんで。サンフランシスコ国際空港。通称 SFO に久々にやってまいりました。
ちょっとここから取れ高ありそうなんだ。あ、やばい。あ、SD カード容量不足だった。こっからちょっと、あ、しかも電源入りっぱなし。SL3 にカメラを切り替えます。じゃあちょっとこっから、SL3 に切り替えます。あ、っていうか今めちゃめちゃすごいことに気づいたんですけど、あー、やっぱりそうだ。いや、今なんか僕いつもこの SL3 で撮るときに、CF カードとあと SD カードとのデュアルカードすら挿しておいて、でなんかそれぞれに写真と動画っていうのは切り分けられないんですけど、 CF カードには動画と写真が両方保存されて、 SD カードには写真だけみたいな、そういうのができるんですよね。だからあのちょっとこう誤差とデータの管理するときに、あのそれぞれ写真、本当は写真は SD カード、動画は CF エクスプレスだけみたいにできればいいんですけど、まあ、ちょっと CF エクスプレスの方は動画と写真両方入っちゃってるんですけど、まあそれはワタレクプログラムでどうせうまくやってくれるんで、両方にあの SD カードと何せ2枚差しで、運用してるんですけど、これをしてるから結構録画ボタンを押してから実際に始まるのに2秒遅れぐらいするって話を以前検証しましたが、今これちょっともう一回やってみます。あー、なんか 0.5 秒ぐらいは遅延してますけど、圧倒的に録画ボタンを押してから実際の録画というかカウンターが動き出始めるまでが早くなりましたね。2枚差ししない方がいいかもしれない。ちょっとなんとなくは気づいたんですけど、まさかそうだとはちょっと、なかなか奥が深いです。あー、これ完全に圧倒的に録画動画撮るのに快適になりましたけど、やっぱ空港混んでますね。結構人がすごいです。お迎えの人も結構いますね。そしてあのプレビューするのもすごい早くなりました。2枚差しない方がいいかもしれないですね。ちょっとこの運用でいこうかな。あ、ちょっと見えないかもしれませんが、アナのオンタイムですね。あ、今表示されてないですけど、多分でもなんかオンラインで見てると10分ぐらい早くなってるっぽいですね。10分遅れってさっきまでなったんですけど、あったアナ108オンタイムになってますね。20分後ぐらいに、到着するそうです。ちょっとベストポジションゲットしたんで、ここでじゃああの人が出てくるのを待ちましょうか。無事会えるのでしょうか。ちょっとドキドキしてまいりました。なんかもう到着したっていう連絡はいただいたんで、確実についてはいるんですけど、多分税関めっちゃ混んでるんですよね。なのででも会える気がしてきました。もうちょっと待ちます。あー、やっぱり結構混んでる感じしますね。もう30分は確実に経ってるんですけど、まだ税関抜けられてなさそうです。まあ結構1時間ぐらいかかっちゃうかもしれないですね。あ、アナとか黒猫ヤマトの荷物の人たちが出てきたんで、多分もうそろそろ出てこられるんじゃないかという気がしてまいりました。みんなすごい荷物だな。あれ、1時間経過してなんかだいぶ出てくる人も減ってきたんですけど、日本人の人もだいぶできた感じがあるんですけど、出てきませんね。大丈夫かな。あ、来ました。だいぶかかりましたね。お疲れ様です。この気軽なスタイル。俺の前の家族がなんかヤバくてもやつだった。あ、そうだったんですね。白人なのに英語全然喋れなくて、お疲れ様。カスタム突破しようとして、そんな人いいんですか。いたすごい。清水さんです。ライカライカ M11? いや、SL3 です。ああ、どうしましょう。ちょっとりあえず一旦移動。今一応国内線のターミナルの方まで一旦移動してきたんですけど、食べ物とか、カフェとか何もないということで、チェックインだけして
国際線の方に戻ろうとしております。びっくりするほど国内線のターミナル何もありません。初めて見た。これが噂の、あ、なんかこんな押してる感じが普段のソフト、全然 HKB じゃないじゃないですか。しかも無音で、ここがあれなんですよね、うん、そこね、あんま使わない。ごついな、やっぱり。でもあ、でも HHKB っぽさは確かにあるんですよ。ここがないっていう。いや、それ飛行機の中で落としたかも。一番大事なやつ。まあでもそれいっぱいあるから、よく。あ、そうなんです、ね、シンクパッド用のやつが使えるから。あ、そうなんですね。もう昔あの赤いシンクパッドのやついっぱい集めてたんですけど、これはこれは真ん中ボタン的な。真ん中ボタン、なるほど。え、これにビジョンプロですか。そうそう、ビジョンプロ、はい、これ。いやね、ビジョンプロを持ち運ぶとき気をつけた方がいいですよ。なんで。そ、僕もこれで、うん、多分そのせいなんだと思うんですけど、これでこの生で持ってったら、うん、ここが断線してスピーカーが壊れました。じゃあどうやって持ち上げるの、ビジョンプロ専用。そうそうそう、だから結局あれがね必要なんですよ。邪魔だよあれ、辛いですよ、ね、これあの樋口さんからお土産。お、やっと。ありがとうございます。樋口さんからも86 80。あ、じゃあもう来てるかも。はい、はい、今日のディナークラムチャウダー。空港でクラムチャウダーが食べれるの、ね、知らなかったです。俺も知らなかった。いただきます。でもなんかひとしきり語ってしまったんで15分ぐらい。あのさっき宇治監督のお土産をいただいてしまったんですが、僕からはですね、ちょっと待ってくださいね。このかさばりそうなもん。えらいえらい、いやいや、あの、あ、シワシワになってしまいました。こっち白か、何これ。これ今まだ世界で3つぐらいしかない、はあ、あの知ってます、憂鬱くん。知らないっす。あのかの西川善治が X68000 で初めてベクターグラフィックスを日本で初めてベクターグラフィックスを描いた時に作ったという。このシーグラフ土産にちょうどいいね。ああ、いいですね。憂鬱くんをこの憂鬱くんの T シャツを今作って、はい、西川善治グッズとして売り出そうとしてるんですけど。西川善治グッズっていうの需要あんの。いや、山根博士のアクリルスタンドぐらいなんか需要分かんない。いや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 、これちょっと宣伝してください。シーグラフでしといてください、これを。はい、だって世界初、多分下手したら世界初ですよ、ベクターグラフィックス。確かに68000円が日本にしかなかったからね。そう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 。いや、そんなことねえよ。お前そういうこと言うから。また怒られた。ダメなんだよ、なんとか三兄弟みたいになっちゃうんだよ。やばい、なんで、ね、だってどう考えたっていられが先に決まってんだろ、ロッパより。確かによく考えろよ。また怒られた。アップルドローとかあっただろ、マックドローとかあっただろうが。確かにね、あれあれベクターですか。そうだよ、あのね、マックペイントがあのラスターで、マックドローがベクターで、マックペイントがフォトショップになって、マックドローがイラレになったの。あれなんで清水さん、だってその時代まだ子供でしょ。勉強してるからちゃんと。もう勉強欠かさないから。さすがです。もうなんかあの柴田なんとかさんの本とかちゃんと読んでるから。ちゃんとその歴史を振り返って読んでるんです。歴史振り返んなかったら作れないでしょ、歴史は。かっこいいこと言った。作ったことないけど。最低限やらなきゃいけないことですよ。MacOS の歴史みたいなのがあったの。すげえすげえ、やるためになる MacOS。 でもちゃんとこのゆうつくん T シャツを C グラフで、 C グラフに今回あの、はい、来てるんですよね。そうです、はい、これでカッポしてください。あの着替え用 2枚いりますか。いらない。おかしいな。ぜひあの着心地などのフィードバックいただければと思います。着心地のフィードバック、これ着心地が良くなさそうで、アメリカ。いやいやいや、それね、あ、でもそれはちょっと本番とは違うところで作ってるんで。ああ、そうなんだ。あれなんですけど、多分いいと思います、ものは。はい、そして清水さんがなんと、もうこれもうそんなにもう取れないんですけど、うん、さっきまで散々話してたんですけど、ライカ三兄弟の話。いやいやいや、それ話さないでいいから。それは清水さんのアドバイスを聞いて LSK メンバー一同
シムさんに感謝してるっていう。もう遅いんだよ。いやこれ本当の実話ですけどね、はいはい、実話なんですけど。違いますよ、シムさんが気づいたらビジョンプロめっちゃ推しになってて、うん、まあ、あの僕よりも空間コンピューティング信者になっていたっていう。やっぱ空間コンピューティングはこれまでのコンピューティングは全く違うものだから。でもあれでしょ、ビジョンプロと HHKB スタジオ、はい。なんか咳がまた出てきた。まあ、僕一応なんかね、あんまりエヴァンジャライズしてないんだけど、一応、はい、HHKB エヴァンジェリスト、はい、わざわざこのポチモだから買って変えてるんですよ、色。今見つかってよかったです、ね、見つかってよかった。結構必死に探していた。これないと、だってこれまだ、だってこれついたばっかでさ、はい、初日にこれなくすとずっとこう壊れた HHKB を使うことになっちゃうから、ね、でもラップトップさすがに持ってますよね。持ってるよ。でも何、でも飛行機の中では一切ラップトップ出さなかった。でビジョンプロに、これでビジョンプロ直結、まあ、これある意味正しい空間コンピューティングですけど、いやしかもなんかね、久しぶりに ANA の Wi-Fi が改善されてて、うん、これでそのままあのブログ書いたりできたから、あ今日のブログはもう完全にこれで書いた。まあ確かにそういう作業はもうビジョンプロで完結できますよ、ね、全然できる。コーディング的なものは、コーディング的なものは一応なんかね、iPad 用のプロ、 iPad 用のアプリがそのまま使えるから、はいはいはい、SSH できるあのコードエディターみたいなのあって、はいはいはい、それでできたらいけたんだけど、うん、SSH が、ね、不安定だった。 それはあの ANA が衛星回線がネットがね、うん、SSH がもうちょっと安定したらいけるんだけど、だから本当はやりたくないんだけど、なんかもしかしたらよ、もしかしたらもう次からもうビジョンプロからログインするためだけになんかラズパイ持っていくかも。あラズパイにログインすればプログラム書けるから、もう何が目的なのか分かんない。だいぶ手段と目的が。だけど今 MacBook Pro 持ってきてんだけど、はい、MacBook Pro をね飛行機の中で出したくないね、やっぱ。あのね、僕は結論は M2、うん、M2 じゃなくていいんですけど、うん、MacBook Air がもう僕 MacBook Air だけです、ほぼ。あ、まあね、M3 Max の14インチもあるけど、もうほぼほぼ MacBook Air になっちゃいました、うん。それは言ってることはもちろん分かりますよ、はい、ただちょっと俺はタイミングを逃した、はい、だからやっぱちょっと M4 が出るまで待つか、僕はもう M5 待ちじゃないですか。え、 M5 って出るの？もう M5 の噂が出てます。え、じゃあ M4 はない iPad だけ？いや M4 も出ますけど、結局 Apple Silicon の第一世代のアーキテクチャが完成したのが M4 だとして、うん、M5 からそのチップレットベースの次のアーキテクチャに変わるから、そこで飛躍的にまた性能が上がるって言われていて、それをもうみんな待ち始めてて、来年は M5 だから今年の年末 M4 出ても来年 M5 出るっていうのがもうなんか、あの例によっていつもほらロードマップ X コードとかに番号出るじゃないですか、うんうん、はいはい、もうあれが出始めてて、これがどう見ても M5 ってなってて。なるほど、 M5 ね。いや俺本当はね M4 ウルトラを出るのか待ってんだよね。まあ確かに、で M4 ウルトラが全然出ないから、うん、また Mac スタジオは黒歴史として訪問されるんじゃないか、まあ、また Mac Pro とかに戻るんじゃないか。値段的にはほぼ Mac Pro だけど、 Mac スタジオ、まあ確かに。いやでもあの M3 が黒歴史すぎるんで、僕も M3 Max で爆死したんで、うん、あのサーマルスロット、昔のインテルの MacBook みたいな、すぐ熱で性能が落ちちゃうっていうのが、はいはいはい、そういう意味ではあのアップルシリコン世代の完成形、第一世代の完成形としての M4 は僕も期待してますけど、 M4 ウルトラが、そう、うん、でもどうなんですか、その LLM 動かす系にはやっぱりアップルの方がメモリーいっぱいあっていいんですか。いやこの話は非常に難しくて、うん、あのまあ基本的にはダメなんですよ。あー、やっぱり GPU、アップルで動くよっていうのは動いたすげえであって、別に出なければならない理由は一つもないみたいな、うんうんうん、ただやっぱ Yet Another NVIDIA 的な選択肢を持ってほしい、持っておきたいみたいな。はい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 。じゃあやっぱりでもクーダーの力は必要だってことなんですね。うん、いや俺最近ちょっとラディオンとかも、ラディオンの 24GB とか最近出てきてて、はいはいはい、ラディオンの 24GB はちょっと試したいなってこう思ってた。うん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 。最近だから 6M もなんか結構良くなってきてるからね。うーん、で MI300 とかも MI300X とかまで行くともう VRAM も倍以上入ってるし、
だからあれで結構 NVIDIA 淡くって、急に H196GB 版っていう超中途半端なやつを出し始めたりとか。96GB 版ってすごい、なんか刻みすぎだろ。8時の次は96ってさ、その前40だったからさ、まあ40か48 40、48、80と来て96は刻みすぎじゃん、バチッと。そこが一気に100超えてほしいよなみたいな。その点なんか MI300X は 192GB とかだから全然違うね、桁違い。あととにかく最近 LLM はね、まあ、ちょっとこれ毎日同じ話をいろいろな話をしてて疲れてきちゃったんだけどさ、もうなんかオープンソースに限りなく近い形で GPT-4 ぐらいのものがバンバン動くようになってきちゃって、あ、なんか最近のあのラマ 3.1, ラマ 3.1 とかは完全に GPT-4 とそのベンチマークで言ったら完全に一緒ぐらい、だし、あのその前はコンテキストレングスっていうさやつがやっぱこれ厳しいよねってみんな言ってたんだけど、それも 128K だから去年の年末の GPT-4 ぐらい、で 128K でも、まあ、これで戦えるかなと思ったら、これマンバっていうトランスフォーマーじゃないステートマシンベースのモデルだと無限長なんだよね、あの理論上はね、でその無限長って嘘だろうとみんな思うから、一応 256K だか 2560K だか忘れたけど、トークンのテストをやってちゃんといけましたみたいな、だからそのコテスラルマンバーっていうミストラルが作ってるやつがあって、でそういうの組み合わせたんだと思うんだよね。だからその複数の LLM エージェント組み合わせてなんか一つの結論出すミクスチャーブエージェントっていう手法が、まあ、今結構そのミクスチャーブエージェントでそのまだラマ 3.1 が出る前に、もっと安い中国の LLM とかを複数組み合わせるとなんか全然あの GPT-4 と同じぐらい性能になることが分かってて、それが一番安くていいじゃん、だって金かかんないし、それが俺流行ると思ってる、これから。なんか GPT-4 ぐらいはだから ローカルでもう本当結構早く動く、しかも、まあローカルっつってもね、あの3000万円ぐらいマシンいるけどえ、あのラマ 3.1 って結構ローカルで、あれは多分うちのスーパーコンピューターでギリ動くやつ。あ、え、それ次の月 A180GB×8 でギリ動く。あれ MacBook で動きましたみたいなやつは何なんですか。いや、動くかしらしんねえけど、なんか1トークン出すのに 何分かかるのみたいな感じ。あ、そうなんですね。いや、あの GGF1 とかいろいろ量子化されたやつがいっぱいあるから、量子化されたらでも性能落ちるからね。ああ、じゃあ、 あのなんかそれっぽく動いてるやつは、かなりその精度がもう落とされちゃった。精度落とされてる。ああ、だ精度が唯一落ちないとやってるのはまあイント8か FP8。 あ、じゃあ、 あのラマの 3.1 とか出てきてもそのチャット GPT-4 とかと同じぐらいに動かそうと思ったらやっぱりそのくらいの GPU を。今のところまだそのぐらい。やっぱそうなんですね、いや俺が MacBook で動くんだったらもうお金かかんないしオフラインでも使えるしそっちに切り替えようか。お金がかかるとかよりもね、やっぱりその自社の情報をクラウドにアップしなきゃいけないっていうのがやっぱり日本の会社的には心理的ハードル高いんだよね。それをしなくていいっていうだけで相当いいよ。なるほどね。まだじゃあ GPU いるのか。まだいるね。え、でもその 4O 的なやつはまだあんなにリニアに性能上がってくんですか。いや、なんかなんだっけな、なんかもうほら学習データなくなったみたいにみんな言ってるじゃないですか。言ってる。あ、なんか俺なんかもう物知りの時代の終わりだと思ってる。はいはいはい。なんかこう物知り AI をみんな頑張って作ったんだけど、すでにとっくに今の AI って大抵の一人の人間よりもあの物知り度で勝ってるんだよね。でもさ、どんな天才だろうが大ベテランだろうがさ、忘れるじゃん。はい。忘れるってことを許容しないテストしてるの今。じゃあどんなコンテキスト覚えられるか。だからドラえもんって知ってるみたいなことやった時にさ、いやドラえもん知らねえよみたいなさことを言われた時にこいつバカだっていうふうに思うか、いやこの人は他の国の言葉いっぱいしてるからドラえもんについて知らなくても当然だと思うからね。でドラえもんっていうのはこういうもんですよって説明したら答えられるわけじゃん。ってことはそっちの方が重要なんじゃないのみたいな。だからそのコンテキスト上が事実上無限とかっていう方が実は有用で。いや、それは分かる、分かります最近。だからそういう方向に行くんじゃないかな。賢さはこのくらいだけど記憶というか、記憶はだから他のやり方で補助してあげればいいんだから、今だからラグと去年流行ったラグという手法はなんか文章を細切れにして質問文に対して関係ありそうなところを取ってきてそれをなんかプロンプトに突っ込んでこういう話あるんですけど結論どうですかって聞くのがラグだったんだけど、それが今
ラグとか別になんかラグよりなんか長いコンテキストに対応した方がマシなんじゃないみたいな議論が今出てきてる。素晴らしいです、うん、なるほどね。いやそれ本当に思います。もうコードは今あのカーソルっていうエディターでひたすら最近なんか動画編集アプリを作ってるんですけど、うんうん、そうなの。そうそうそう、もう僕今ダヴィンチとかもう2ヶ月ぐらい全く使ってない、全部なんか AI で FFmpeg のフロントエンドみたいなのを作って。嘘、それない。最近何ドリキン動画で出てるの。あ、そう、結構細かく説明します。あ、ちょっとそれ見よう。そう、それぜひ。そういう話は見たいな。あ、それね、ぜひシュメさんのドリキンがなんかあれを買ったとか見てもしょうがないから。そう、それシュメさんのね評価を聞いてみたいです。あの僕がなんか結構ドヤって動画作ってみたんですけど、うん、あのお前何今更っていうのか、結構ドリキンちゃんと使ってんじゃんって思ってくれるの。でもダヴィンチ使わずに済んでるってことはちゃんと使ってんじゃないの。結構そう最近ね、なんか最初は単にコマンドラインであの結合するだけみたいなのしてたんですけど、最近はそれを結合するクリップを最後処理終わったら HTML でレポートみたいに出して、であのクリップの時間の統計データとか、ね、並び替えとかできるようにして、でもう一回再生成するとそこにエンコードし直してくる。でも そもそもドリキンの動画ってさ編集してないじゃんあんまり。あのねしてるんですよこう見えて。でもちょっと動画見てください。見てみる。ちょっとその評価今度ちょっと興味出てきた。それを見てちょっと AI ドリフト久しぶりに やりましょうよ。うん、俺多分ね どうせねコロラド州でやることないんだよ。はいはいはい。一応チケット買ったけれども。はい。そんな今更俺論文発表聞いてどうすんのってシーグラフのさ。確かに。大人の事情ですね。まあ仕事だから行くだけで。まあ、じゃあちょっとリンク送っておきますね。うん、じゃあちょっと見とくわ。はい、そうそう行かないと、はい、飛行機乗れないとこ、はい、ありがとうございます。はい、ということで突発 AI ドリフト。突発ミニドリフトでした。はい、ありがとうございます。はい、また。なんか、シメさん拘束しすぎて。ああ、プレミアムアクセスだって。素晴らしい。何見たの？見たの？え、時間ギリになってますが。間に合ってくれることを祈ります。そうね、あ、行けた。じゃあ気をつけて。はい、行ってらっしゃい。なんかすごい寂しい感じ、名残惜しいですが、シームさんはシーグラフに旅立っていきましたっていうか、あのサンダルのまんま来てるっていう。大丈夫でしょうか。あ、結構セキュリティ空いてるから、まあ40分50分ぐらいあるから多分大丈夫でしょう。大丈夫大丈夫、1時間ありますんで多分大丈夫だと思います。ということで、あ、抜けていっちゃった。ということで清水さんをお見送りして SFO、 久々の SFO を後にしようと思います。ではでは、気をつけて。車がないって一番一瞬焦ったんですけど、そうだった。一個フロア間違えてました。こっから登るの完全に忘れてました。めっちゃ焦った。ここですよ。あった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 。いやー、ヒヤリハット。無事車を見つけました。じゃあちょっと荷物を置いて、では、本日も散財小説をご覧いただきありがとうございました。Yeah, it's such a clap. And it's such a clap.